夜の街を駆け抜ける最先端の技術の結晶、ロングノーズタイプの個性的なシルエットにグリーンやレッドのスピード感あふれるデザイン。ただいま正面の大きな駅、中央駅に到着したのは東北新幹線 B5 系はやぶさ、そして秋田新幹線 B6 系こまちです。この E5 系、E6 系は最新鋭の技術を集結させた新世代の新幹線です。その速さは時速320キロ、環境性能、走行性能、快適性が向上したこの車両は今までの鉄道にはなかった上質とゆとりある移動空間となっています。今回の運転プログラムでは、この E5 系、E6 系に代表される鉄道の新時代を切り開いた名車両たちを紹介します。次々と走り出す列車たちに皆様お乗り遅れのないようにご注意ください。午前5時、静かに街が動き出す頃、中央駅を誰よりも早く後にするのは、日常を支える首都圏の足、通勤列車です。中央駅から左に出発したのは E233 系、スカイブルーの帯が鮮やかな京浜東北線で活躍中の列車です。空気清浄機や曇りにくいドアガラス、各ドアの上には液晶ディスプレイまで備えた快適性向上を追求した通勤列車です。続いて右に向かって走り出したのは湘南新宿ライン、上野東京ラインで活躍中の E231 系、均衡型と呼ばれるタイプで、車内にはボックスシートや車椅子対応トイレが備わっているほか、2階建てのグリーン車も連結されています。さて続いて中央駅を出発するのは、旅を楽しく演出する女性豊かな面々、特急列車です。まず左に出発したのは651系スワロー赤城、高崎線の特急赤城にこの651系が導入されています。スワローという名称は、座席に座ろうという意味の他にも、ツバメが持つスマートフォンやスピード感がイメージされています。このスワロー赤城は鉄道博物館の旅行を通りますので、皆さんぜひ見つけてみてください。続いて右に出発していく白と藤色の列車は、新宿と長野方面を結ぶ中央本線の特急スーパーあずさです。カーブが多い中央本線でもスピードを落とさずに走ることができる JR 東日本初の運行式車両となっているのが特徴です。山々の間を流れる